皆さんこんにちは、ペリパンドゥの岡本愛です。今回の動画は以前ディアドラカップに一緒に出てもらったアレスの伊藤亮太くんと一緒にペニスマイルカップの主催者の桐山英子ちゃんとダブルスで戦っている動画の映像になります。ダンダブ対ジョダブの戦いにはなるんですけど、メンタルを鍛えるにはすごくちょうどいいかなと思っていて、桐山英子ちゃんは全日本に出場したこともありますし、ペアの子もすごくお上手なのでなかなかいい試合になると思っています。まあ、私たちも女の子が相手っていうところで男性と戦う時よりも緊張する部分があるので、どちらが勝つかは全くわからないので最後まで楽しみに見てください。もともと英子ちゃんが亮太くんとお知り合いでテニススマイルカップで初めてお会いして、そこから一緒に組んでもらったり練習をしてもらえるようになったので、本当にテニスって人と人とをつなぐスポーツだなと思っているので、いろんな場所でいろんな方と練習してもっとテニス友達を増やしたいなと思っているので、一緒に練習しませんかとかいうコメントとかも嬉しいので、ぜひ誘ってもらえたら嬉しいです。サムネイルに載せている謎の美女っていうのが桐山英子ちゃんで、フォアサイド側に入ってます。亮太くんと英子ちゃんはもう結構長い関係みたいなので、ファーストサーブから思いっきり打ってますね。映像には入りきりませんでしたが、亮太くんがベースエアにも後ろからグランドスマッシュでボールを打っていて、絶対難しいんで、さすがでした。1本目のバックボレーは結構良かったんですけど、英子ちゃんがボール返してきて次の球浮いてたんで、うわこれは決められるって思って思いっきり打ったらふかしちゃいました。この打ってきた時に冷静に空いてる空間に配球できるような選手になるために練習の時から意識していきたいなと思います。まあ、1ゲーム目デュースまで行っちゃってたんで全然安全ではなかったんですけど、まあ、ここは取りたいっていうところで、亮太くんが英子ちゃんに攻撃してて、ミックスダブルスの時もそうですけど、まあ、ここは取りたいっていう時に男性が女性に向かってアタックするっていうことは、まあ、悪いことじゃなくてあるので、まあ、それに近い感じで1ゲーム目は獲得できました。相手の女の子たち2人ともコーチ経験があるので、強い球とかも返球するのがお上手なんで、ふんわりといい感じにいなしてくるんで戦いづらいんですよね。このゲームは私たち男たちの上をいい感じになして抜いてきて、しっかりコートにインしててポイントを取られたことが何回かあり、
女の子たちのペースで取られてしまいました。私のサーブがちょうど打ちやすいのか、このエンコちゃんのリターンがめちゃくちゃ低くていい感じに返ってくるんで、そのボールの対処にすごい苦戦しましたね。まあ、ここを取られたら 15-40 になってしまうっていうところでダブルフォルトしてしまっていて、負けることはないだろうなとどこかで思っていたこともあって、まあ、結局集中が足りないんだと思うんですけど、公式戦の時もやっぱり同じようなことが起きちゃうことが多いので、日頃の練習でやる試合の時からどれだけ簡単にポイントを取られないようにするか、ここが大切だと思います。おばさんに負けるのは絶対嫌だとか口では気合を入れてるんですけど、まあ、プレーは確実に入れに行ってましたね。まあ、ミスするのが怖くて丁寧に入れてったくせにアウトしてるみたいな。でもこうやって日頃からメンタルを鍛える練習からしていけば、絶対ビアダラカップだったりとか公式戦出てる時にも、ここは取るって時にしっかり強く打ったりとかできると思うので、日頃の練習からゼロで勝つ、1点も取られないくらいの気合でできるようにしていきたいなと思います。入ったようにも見えなくはないんですけど、りょうたくんがしっかりと後を確認してくれたようで、まあ、動画で確認したところ、しっかりとアウトでした。さすがですね、よく見えますね。ハードコートで後確認した記憶は私の中でないんで、やっぱり試合に慣れてる子だなと思います。また大チャンスボールミスしましたけど、打つ前のメンタル状況的に、うわこれどこに打っても決まるわと思っちゃってるんですよね。でそれでどこに打つかっていうコースが頭の中から外れて失敗してて、どこに打つっていうことを大切にして配球したいと思います。また浮いてきたボール失敗しちゃって、この試合で3回目ですね。絶対決められるみたいな感じ、決めなくといけないもうこの状態がいけないので、私実は以前エイコちゃんにシングルスを挑んで負けたんですよ。それからもうトラウマというか、この子にはもう勝てないかもしれないっていうのがあって、改めてエイコちゃんの恐ろしさを痛感しました。ゲームカウント的に1-3だったんですけど、相手は終わったと思っていて、ここから切り替えて絶対にもう 4-3 で勝つしかないので、りょうたくんも勝つよって背中を押してくれて、ここからアドバイス等をしっかりとしてくれながら2人で集中を切り替えていくので、どこまで逆転できるのかぜひ最後まで見てください。まあ、今私たちがやり取りしていた通り、とりあえず返して次のボールが返ってきたとしても、入らないよりもしっかりと入れていくことがまず大切です。1回ボレーうまくいったからってまたいけるかもしれないと思って、難しいボール挑戦してみたら全然返せませんでした。
明らかに私自身が前半と変わってますよね。思いっきり振ってたんですけど、しっかりとコンパクトにコースついて、まあ、それで結果的にポイントを取れてるので、丁寧なプレーを心がけてやっていきたいですね。前半からそれができれば苦しくなることもないですし、こういうプレーを続けていきたいと思います。まあ、エコちゃんはどんな人と組んでいる時も絶対ネガティブに考えずにこうやって励ましてくれるんで、ペアとして一緒に戦う時もすごく励みになる子なんですよね。テニスマイルカップの活動に関してもすごくポジティブに頑張っていて、テニスをやる方たちに貢献できることをしたいと思っている子なので、エコちゃんのインスタグラムとテニスマイルカップのインスタグラム概要欄に貼っておくのでご覧ください。このポイント、相手側からラブ40でセカンドサーブだったので、そこは入らなくてでもストレートアタックだろうっていう風に涼太くんにアドバイスいただいたんですね。やっぱり強い人たちってそのプレーやってるなって思わされたんで、このポイントの時はこういう戦い方をするっていうのもこうどんどん学んで、もっとなんかこう見てくれてる皆さんにも、ああここはこうだよなって脳の成長まで応援してもらえたらなと思います。あ、まさに考え方変わってきたじゃんって思ってもらえるように、これからも活動を続けていきたいと思います。りょうたくんのエンジンも入ってきて、私もミスが減ってきたので3対3まで追いつけました。謎のタイミングで私出てきちゃったんですけど、まあ、ここも出なくてよかったって涼太くんに言われましたね。まあ、ストロークでしっかりと返してて、まあ、涼太くんに決めてもらう展開にすればよかったんですけど、ストロークを続けられる勇気が持てなくて出ちゃったんですけど、まあ、そういう変な動きにね、いきなり切り替える必要はなかったです。さあ、大切なところでダブルフォルトをやってしまって相手のマッチポイントになりました。まあ、とっても素晴らしいエコちゃんのリターン、そしてストロークあったんですけど、ここでアヤコちゃんがボレー失敗してくれたおかげでこっちがマッチポイントになりました。最後もラッキーにリターンミスがあったおかげで、これで私たちから4対3、今回は4ゲーム先取っていう形でやったので、ギリギリ1回負けそうになりましたが逆転して勝つことができました。とにかく、まあ、メンタルですよね。大切なことはここを鍛えて、これからしっかりと勝てる試合は勝てるような子になって、テニパンドゥの動画内でも勝ってる動画をいっぱい配信できるようにしたいと思っているので、ぜひこれからも応援のほどよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。